ト・ビヒ3世の弟レオポルト王子と、その妻のオーストリア大公女ギーゼラの間に生まれた。父方の祖父は、摂生宮ルイト・ポルト王子、母方の祖父母は、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世と、皇后エリーザベトである。第一次世界大戦中は、バイエルン王国軍、第二重騎兵連隊の連隊長として、主に東部戦線で戦った。最終的には、 陸軍少将にまで昇進したが、ドイツ革命後の1919 19年2月6日に退役している。1921年1月8日に、イタリア王国ピエモンテ州のアリエにおいて、イタリア王族のジェノバ公、トンマーゾの娘でまた10枚に当たるボナ・マルゲリータと結婚した。夫妻は一男一女を設けた。第二次世界大戦が終結して間もなく、 コンラートは一時的にフランス軍によって拘束され、元ドイツ皇太子ビルヘルムや外交官のハンスゲオルク・フォン・マッケンゼンと一緒にリンダウのホテルに監禁された。その後、コンラートは自動車メーカー NSU の重役などを務めた。ウィキメディアコモンズには、コンラート・フォン・バイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。